産学官連携での企業への貢献を称え、宮城大学食産業学部の特任教授が功労者として表彰されました。非常に光栄なことだと思います。東北大学片平キャンパスで仙台市産学官連携フォーラムが行われました。この日は仙台市及び仙台市産業振興事業団が行う産学官連携で、過去6年間地域連携フェローとして尽力し地域企業に貢献した大久長典さんの功績を称えた功労者表彰式が行われました。大久先生はじめですね、多くの仙台各棟でありますから、各大学にさまざまな知見をお持ちの先生方がおられまして、そうした先生方が地域連携フェローということでお力をいただいているのも、この本事業の大きな特色だろうというふうに思います。地域産業振興に大きな成果を。この表彰は仙台市が功労者を推薦し、経済局が判断した方に与えられる表彰です。私は、持論としてですね、売上をいくら上げたか、あるいは雇用をどれくらい増やしたかという、そういう基準でもって貢献度を図るべきだというふうに考えておりましたけれども、やる気とか、それから活力とか、無形のものも評価していただいたのかなというふうに考えております。で、南アドはですね、大久さんは食品会社での研究開発の経歴を生かし、平成20年度から地域連携フェローとして任命。その後、稲庭うどんをブランド化するために麺の研究を行うなど、さまざまな商品開発を主導してきました。地域連携フェローとはどんなことをする人たちなのでしょう。大学の先生だけではなかなか企業さんの方も受け入れしていただけないということもありますので、仙台市とそれから企業をよく知っている仙台市の産業振興事業団の方とですね、チームを組んで企業の方に訪問して、いろいろと技術指導であったりとかアドバイスをさせていただくというような事業でございます。10年前に設立された産学官連携モデル、御用聞き型企業訪問事業。これは大久さんのような地域連携フェローに任命された大学関係者らが、何か困っていることはないかと企業を訪ね、共に新製品の開発を進めていく珍しい取り組みです。地域連携フェローのサポートにより、今まで一企業ではできなかった研究や開発を大学の設備を使いながら行えるようになりました。この10年の活動でおよそ600社の企業に対し技術相談の支援を行ってきました。10年でありますが、全体で合わせると延べもう60、70件ぐらいの製品化実用化という成果を上げているということを考えればですね、これは非常に効率的な、効果的な御用機のこの支援事業というのやり方が、評価されたものじゃないかなというふうには考えております。この取り組みは各自治体も注目するほどの実績で、今後より大きく広がることが期待されています。なかなか産学官で商品が生まれるという例は少なくてですね、にもかかわらず仙台のこのフェロー事業でたくさん新商品が生まれているというのは珍しいと思います。以前開発しようとした商品、アイデアだけで止まってしまっている研究など、中小企業の皆様、相談してみてはいかがでしょうか。企業と大学、政府や地方公共団体との連携から商品開発されるこの取り組みは、日本の産業を担う一つのモデルケースになろうとしています。